ぐらいにかけりゃ今年の晴天も大丈夫だな。いい場所だな。ここなら仕事ができそうだぞ。もうこいつは全くいいさ。もう次、何歳なんか君は。で、君は何歳？その僕の帰ってる道がいいと思うんだよ。それとも、あの、貸し屋がいいっていうのかね。もちろん。もちろん僕は君、あのうちが気になった。すごいな。あのうちを君、ちょっと、変わった時に言うけど。おい、君。あのうちが気に入ったら、家主についてこいたらいいじゃん。家賃は一体いかないだろう。なるほど、俺が知ってるかい。
大体だね。君はわしの現地を侮辱する。さあ、わしの家に覗いてもしょうがないだろ。それより柏を覗いたらどうだ。大体見せ物じゃないんだからね。特に君、現地がわからないですね。そうさ。わし君の縁にも尊敬を払う。しかし、この風景は君にはとても難しいで。難しい？なんだと。おい、おい、君。ああ、それでも君、撮影するか。おい、一体君は誰なんだ。君は俺を知らないのか。鉄板家の芝の新作ってのはどこだ。そんな三文虫俺が知るかよ。大体君の方がろくなもん。おい、さあ俺のこと三文虫言ったっすな。うん、言ったがどうかしらね。よく覚えてるよ。大切の東京劇場の芝居を書くのは俺なんだ。おい、お前は俺の現実を激しく怪我してくるんだ。おい、今度はまた物質的に怪我したな。いっぱいあるしかもこと俺の顔に泥だったな。何？泥だ？泥だ言うな。これはフランス製の絵の具だ。サマンキャの三本分子じゃこれが分かるまい。何だこれ、日本絵描き。何だ？この野郎。何ですのあなた、せいじゃありませんか。おい、カモンブチ、さあ俺の三脚どこを持ち込んでんだ。何だこの天気や。何を欲しかったらば謝れ。帰れ、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 帰れ。三脚返したらどうだ。ねどんなことか存じませんけど、私泣かしてくださらない？ね、いいでしょ。ね、結果なんかつまんないわね。おやすみなさい。あ、そうですよ。はい、ルペン。何？おやすみなさいってば。悪かった、悪かった、ごめんなさいね。いいわよ。ただし男いいよ。おい、いけるな。いける。おい、俺は男性側の家を借りることにするんだぞ。おい、おい、待て。おい、イタキ、いたぞ。いたっても構わないのか。おい、このガラス玉よ、いたぞ。いいのか。え、おしぼり。
出てもいい時間だな。ああ、俺ももう来たよ。ほら、出な、おい。出た。しょうがないですよ。麻雀だけは先生も別物だからな。なんだ。な。なん？さあぞ。ああ。ちょっと待って。なんだよ。あなた、おっさんなさいよ。え？あんた。え？もう12時過ぎよ。麻雀なんかいい加減におよしなさいよ。止まられると困ってよ。それに、脚本の締め切りだって15日までしかないのよ。いいよ、分かってるよ。分かってるなら早く、あの人たちお返しなさいよ。そしてお仕事なさいよ。だけど、せっかく手伝いにしてくれたんだろ。そうお前、ずきずき言えるもんか、おや。あんた、今月もまたお仕事が間に合わないと、あんた、お金まるっきりないことよ。はい。寂しいのよ。え？もうねんか。もうないって、あんた、いつまでもあると思ってんの？おい、嘘言えよ。持ってるじゃねえか。おい、一枚貸せよ、おい。ダメよ。おい、ごせごせすんなよ。香典の気を養ってから仕事に行くからだ。だってお金がなくちゃ困るわよ。金金ってお前、ばあさんみたいなこと言うなよ、実際。どうせそうよ。食べ、行って。おい、こい。先生、俺たちはもう帰るよ。ああ、もう帰るのか。いいじゃないか。奥さん、どうも失礼しました。あら、もう帰りなの？おい、そんなにズケズケすんなよ。だって、もうあと5日切れないことよ。ジェスさんだって無駄にできませんよ。分かっているよ。はい。ピン。召し上がれ。ん？いただいてもよろしいんですか？
くお仕事してんね。え、本当かい。よくて。ん、ほら。と言っても分からないか。上演場500円。何？静かにさせないかを今頃泣かせるやつがあるか。私だって疲れてんのよ。あ、エミちゃん、あ、よしよしよし。あ、おい、だからむやみに赤ん坊なんか産むなよ。あんただって責任があるじゃないの。あ、そんなにお前口答えをして俺の脳髄を使わすつもりか。昔はお前はそんなじゃなかったぞ。俺が何か言ってもでもだってって返事をろくにしなかったじゃないか。あなただってそんなおしゃれをなさらなかったわ。エミちゃん、おっぱい、あんたこそ僕こんなこと申して
くなさらないでしょうか。なんておっしゃったわ。バカ。ああ、思えば昔の夢だ。怖いぞ。何言ってんのあんた。さあ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 行きましょうね。さあさあさあ。いいからいいからいいから。さあさあさあ、ほらお邪魔しますよ。ほらお邪魔します。さあさあさあ、もう夜間やらないで年々するのね。あったかいんじゃないのね。年々するの夜間やらないで。さあさあさあ、え、ママちゃんを見てごらん。え、ママちゃん、いい気持ちでねんねしな。あら、あんたそこで何してんの。早くお仕事なさいよ。俺だって眠いや。
ちいち母ちゃんに言わなくてもいいの。そんな顔かなくないや。パパに戻って。何を。パパも戻ってやい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 。あなた、まだ落ちないの？まだ落ちないの？先方よ。え？あんた、劇場から最速の電報よ。え？電報？今、早く頼む攻撃。いやに増えてんな。そんなに早くかけるかい。あんた、お仕事してくださいな。お金ももうないのよ。それにね、あの洋服屋さんが今日来たのよ。2つも溜まってるのよ。分かっているよ。分かってるならお仕事してくださいな。何時？何時だ？ただいま12時半。パンとミルクはお書斎に置いてあってよ。ごめんください。はい。何のご用でございましょうか。なんだ。え？え、変な人？ゆすりか？ダメよ。とっても気持ちの悪い人よ。今、主人がおりませんから、わかりませんか。先生、立ち。ダメよ。もういるって言っちゃったんですもの。バカ。よし。じゃあ、お願いします。当たり職業を払いた二度目としては本風半音弾飲んですぐ無心通常大和人参五道園。これは需要競争の薬でございます。これは是非と健康需要補強のためにご愛用のことをお願いをいたしておきまする。目薬といたしてはドリン目薬。うん、君君君。はい。いくら君に出したときに俺のとこじゃ買わないんだから君ダメだよ。君でもございましょうが。でもございます。君君君、でもくそもないよ。君この際君にあんなに強制がましいことは君のためにならないんだ。強制がましいことなどと申し上げるのでございます。ご婦人のお薬といたしまして、足腰の冷え三千三のお薬といたし、人参サプラン T さんと俗に申しまする、これは実動さんでございます。はい、ほらを。いえ、金がね、お運命高き芝の天生の。俺は知ってんのか。はい、劇団の期待。
座の金作先生であります。おいくら、いくら、はいはい、この方が、人参大きい五増円になっております。医療健康といたし、ぜひ一つお買い求め、特価一円ご一銭で一つお願いをいたしておきます。おあおわし先生のぞはごくご肥満のほどは受け合いでございまするな。お寒い折から飲んですぐ効く鎮痛剤、いろいろ薬は数々取れ揃っております。どうかまたちょくちょくとお伺いをいたしまするによってご贔屓のほどお願いをいたしておきます。ありがとうございます。お前まだ寝なかったのか。私寝ているのよ。私は目を開けたまんま寝るのが癖なのよ。だってお前口を聞いているじゃないか。これは私の寝言よ。よし、勝手にしろ。
頼むねや。あら、あんた、隣に仕掛けてもらう。ああ、そうですか。あ、今朝元のおそばどうもありがとうございました。あの、ご自宅家の柴田さんでいらっしゃるんですね。あ、お名刺拝見してびっくりしてありましたわ。私、プロミジャスバンドのシンガーで山川咲子でございますの。さあ、どうぞ、どうぞ。ごめん、僕は交代がいらっしゃる。あ、よろしいじゃありませんか。つまり、あの、お宅の座長ですね。ええ、どうぞ、お聞きくださいませ。まあ、あれは、まあ、なんとか。遠慮なく、どうぞ、よろしいじゃありませんか。今日はね、少し遅めのお稽古始めたんですから。あ、スリッパが。あ、いや、いい。さあ、どうぞ。いや、つまりね、これ、どうなんですか。よろしいか。さあ、どうぞ。いや、僕は、あの、あ、よろしいじゃございませんか。いや、奥さん、実は。あ、そうじゃないですか。ねえ、皆さん、あのね、実際に、あら、先生、どうなったの？いや、その…まあ、よろしいでございます。どうぞ、さあ、どうぞ。ねえ、柴田先生が歩んでるな。ねえ、あんた、あなた。そうですか。うん。ああ、どうぞ。実はですね、お宅のこの学祭、ジャズについて。よろしい、僕は。ああ、私、マネージャーの小林です。どうぞよろしく。先生、こっち行きましょう。ありがとうございます。さあ、どうぞ。僕はダメです。先生は召し上がる場合はしないですか？いや、僕は本当にダメ。ああ、あなたのために乾杯しましょう。僕はどうしていられないんですか？いや、本当に。まあ、営業やりました。
ですが、いやはや全く気づいてんだ、うん、僕もこうしてやる。先生、お気に入りだって。いや、彼気に入ってます。いや、彼はおられちゃいました。いや、あなたの歌の通りですな。人間すべて交渉しなきゃいかん。そうです、その通りです。ご当地感謝いかん。いや、全く気にそう。いいだ、いいだ、いいだ。そう、かにもさよ、健康稼ぎスピーダー。さよなら。あ、もう帰った。さよなら。うん、よし、もうスピードしたい。さよなら。元気な顔をするんじゃないの。いやはや、そこが強い。ふぅ、うまいんだろ、これ。やめてくれって言おうと思って言ったんだよ。それってあのモダンガールと仲良く遊んでもらったの。バカ、あれは隣のマダムじゃないか。近頃のマダムだなんて危ないわ。不良マダムだなんてね。マダムで悪ければ隣の女房、ただ単に洋服を着ていただけだよ。それに近頃のエロでしょ。エロ 100% でしょ。銀行契約。やめないか、おい。やめないか。やめないか、遅いんだよ、おい。やきもちか、おい。やきもちなんてね、くだらない感情を生産してしまえよ。え？大体お前、俺に仕事をさせるつもりなのか、それともさせないつもりなのか、おい。仕事もできてからの問題じゃないか。まだ早いよ。
あれを聞くと昔のことを思い出したな。ねえ。